ベストチーム立会。はい、こんにちは、よりです。今日はベストチーム立会のストーリーを見ていこうと思います。立会のみんなはウサイヌがいるミニチュアワールドというところに行くお話らしいですね。いや、発表される前はただただ地獄のような特訓を繰り返すだけのストーリーが待っているんじゃないかと危惧していたんですけれども、予想が外れてよかったです。じゃあプロローグいきましょう。楽しかったな、遊園地。フルボイス、尊いです。え、遊園地ですか。いや、なんて楽なんだ急に何の話だ、聖一。もう急に遊園地がどうとか言ってますね、雪村が。たまには遊びたいみたいな。え、雪村もそういうこと思うんだね。写真を見てたんだ。ほら、前に一緒に行っただろ。ほう、そんなことがあったのか。それも見せてほしいよね、もうね。スマホを操作してたら、たまたまその時の写真が出てきてさ。あ、そうなんだ。ぜひその時のお話を OVA かなんかでお願いします。ああ、テニス部のみんなで行きましたね。桐原くんが入部したばかりの頃でしたか。立会のみんなで遊園地だと。昨年の6月、創立記念日だ。懐かしいな。6月が創立記念日なんですね。これテストに出ますね。うん、なんだかずいぶん前のような、最近のような気もする。なるほど。うん、まあそうなるわな。うん、雪村が言うとちょっと重みが違うよね。病気関係のあれでしょう。ということが今日の休憩時間にあったんです。うんうん。ああ、行ったな、遊園地。すげえ楽しかったよな。そんなに良かったのか。だけどよ、1年以上も前の話をなんで急に。遊園地で思い出した、全然関係ねえこと話していい？向日と日吉2人で遊園地行ったことあったよな。それだけです。たまたま写真を見つけたと言っていたが。たまたまね。1年以上も前の写真をたまたま見つける確率は普通なら低いだろうな。雪村もあれなんじゃない、ぼーっとしながら写真フォルダをさ漁るみたいな、そういう時間もたまにはあるんじゃない。普通ならって。ああ、入院。雪村くんはあの後写真あんま撮ってねえかもな。そうだね、それは推し量れますね。私たちよりは少ないかもしれませんね。まあでも真田よりは多い可能性あるよな。推測でしかないが。まあね。そうか。じゃあ。じゃあなんだ。これからたくさん新しい思い出を作っていかねえとな。イケメン、イケメン。おお、その通りだぜ、ジャッカル。本当だぜ、ジャッカル。善は急げだ。早速計画を立てるか。行動力の鬼、すごいな。では次の休みにみんなで遊園地に行くのはいかがでしょう。すごくサクサク話進むじゃん7話しか作れねえから展開早くしなきゃいけないのかもしれないけど、すんごいスムーズに話進むじゃん。すごいな。それもいいけど、新しい思い出ってんなら新しいことをやりたい気もすんな。お、どんなことだい。おお一同のうーんはちょっとおおってなりますね。どうした。お、みんなで難しい顔をして。真田先輩、ちょっと聞いてくださいよ。カクカクしかじかでさ源一郎か、いいところに来たな。うーん、そうなのか。俺もちょうどいいと思っていたところだ。なんだ、素振りを5万回やるぞみんなでみたいな、そういう話かな。お前たちはミニチュアワールドを知っているだろうか。全然違った全然違ったし、ミニチュアワールドの話真田から持ち込むのか。そっか、あ、もうウサイヌのなんかがやってるっていうのはもう知ってるってことだね。そうかそうか。ミニチュアワールド、名前は聞いたことがありますね。ミニチュアワールドね。確かいろんな国の建物とかがミニチュアで展示されてる大型パークだろ。面白そう。ああ、そうらしいな。俺もさっき知ったばかりなのだが。真田はまあ知らないよねさっき知ったってさ。そこでウサイヌ絡みのイベントがあると赤谷に聞いてな。赤谷、これ赤谷真田に怒られそうになったからその情報で茶を濁すみたいな、そういう作戦に出ただけなんじゃないの絶対そうだろう。やべえ、このままじゃ真田先輩に怒られるっす。奥の手を使うしかねえっつってさ、この情報を与えたんじゃねえのか。ほう、あいつはそういった情報には耳が早いな
そういった情報2話ね、2話。ミニチュアワールド、それだ。文太がなんかひらめいた、そこに行くだろいみたいな、そういう話なんだろうね。さあじゃあ1話行きましょう。次の休みにミニチュアワールドへ。お、素晴らしい提案です。お、やっぱ行くことになったんすね。やっぱってなんだよ。やっぱってなんだよ。なんでお前は驚かねえんだよ。赤谷が行くように仕向けたんか。これ真田副部長にウサイヌコラボの話したの俺ですし。そういやそうだっけ。つうわけでみんなで行こうぜ。行こう行こう、俺も連れてって。俺も行きたいです。それは面白そうだけど、ずいぶん急だな。でしょ、俺もそう思った。めっちゃ急だよね。真田が行きたがってんだよ。あいつウサイヌ好きだろ。ウサイヌ好きだね、本当にね。いや俺も好きだけどさ。ウサイヌアニメの劇場版第2弾が決まったじゃないですか。1弾もあったんだ。1弾すでにやってたんだ。それのコラボでミニチュアワールドに期間限定でウサイヌワールドってのができてるらしいんすよ。行きてー。現実世界でも作っておくれ。なんじゃタウンでも何でも作っておくれ。へー、でも真田が言い出しっぺで遊びに行くなんてあまりないよね。それがウサイヌの力。まあ副部長が行きたいってんなら行ってあげないとっすよね。言い回しなんか面白いな。お前実は自分が行きたくて真田を煽ったんじゃねえだろうな。俺もなんかそんな気がしてきたよ。あ、今回に限っちゃグッジョブだろい。だろい。おん、おん、雪村との新たな思い出作りの。お、ここで初登場仁王正春。と言ってもさっきのプロローグ誰かに化けて出ていた可能性もなきにしもあらず、それが仁王正春。そういう事情があったのか。そうなんですよ。特に話し合いもせずあっという間に行くことが決まって不思議に思っていたのか。そうだよね。そうだよね。あ、真田もそう思うよね。うん、どこへ行こうかと考えていたところに真田君が候補を持ってきたものですから。素晴らしいチームプレーですね。しかしそれなら雪村が楽しむことを第一に本人に希望を聞くべきではないのか。ああ、それもそうかもね。特別扱いをしてはかえって気を使われてしまいますよ。紳士、紳士すぎてもう紳士紳士じゃん。すごいね、なんというお心遣い。素晴らしい紳士だね。そういう理由なら場所なんてどこでもええじゃろ。確かにね。ああ、ええ、みんなが楽しめればそれで。そうだな、雪村がミニチュアワールドが大嫌いって言うんだったら別だけどね。うん、そういうものか。まあそうだな。ただ赤谷には黙っておいた方がええの。ああ、赤谷は赤谷はなんか気使う可能性がありそうだね。なんかそれを聞いたらね、だったら黙っとこうぜみたいな。なるほど。あいつに話すと内緒も秘密も全部なかったことになる気。散々な言いよう。裏表がないということなんでしょうけどね。そうだね、天使悪魔の二面はあるけど、そういう意味での裏表はないよね。真田は真田で心ゆくまでウサイヌを堪能すればええぜよ。心ゆくまで。うん、ではそうさせてもらおう。楽しそう。もうウッキウキじゃん真田先輩。真田君もある意味裏表がありませんよね。ないね、この二人はもう裏と表しかないからね。そう見えるんでしょうよ、より一層。ピヨ。裏と表みたいな二人だからね。よし、じゃあ第二話ついたね、ミニチュアワールド。ここは絶対にミニチュアワールドでしょうよ。関係ないテーマパークなわけないもんね。急に富士急ですここはみたいな、そんなわけねえから。お、数日後。来たぜミニチュアワールド。うい、最初はあのピラミッドからすかね。先輩たち早く行きましょうよ。すんごい話決めるじゃん。いきなりすげえはしゃいでんな。てか学校のジャージで来たんかい。君たちすげえな。マジか。本当か。あれ、声楽の皆さんはちゃんとそれっぽいもん着てたよ。電車でもずっとそわそわしてたしな。
自分らだけ学校ジャージだからじゃないですか。それはアーカーや、落ち着け、まだ皆揃っていない。そういう問題かな。もう先行っちゃいますよ。で、遅れてんのは誰なんだ。お待たせしました。チケットを買うのに手間取ってしまって。ああ、そうなんだ、この二人だったんだ。まったく。どうしたなるほど俺は分かったぞ俺は分かったぞ。いや、でもそう考えるとある意味学校ジャージでよかったね。ああ、学校ジャージを着てくるべきでしたね。ああ、それは、いや、ベストチームだわ真田が中学生だと思われずにごねたということでしょうね。中学生料金で足りると思ったのに、君大人でしょうって言われたんでしょう、チケット販売の人に。いよいよ俺は中学生だみたいな一悶着あったんでしょう。っていうことを考えると、学校ジャージでよかったよねって話になるし、真田だけ学校ジャージなんじゃめちゃくちゃかわいそうだから、だったらみんなで学校ジャージ着てこうぜっていう、このチームプレイ、ベストチームですね。何がなるほどなんだジャッカル分かれよ俺だけ大人料金を請求されたと源一郎は言うそうなんだよね、絶対そういうことだと思うマジかよ真田めっちゃウケてる。ああ、証明できるものを出すように言われてしまったこのジャージでどうにかみたいな。あ、でも学生証があればいいから、そう考えると別にジャージじゃなくてもいいな。何考えてんだこいつら。学生証を奥にしまい込んでいたので時間がかかってしまったんですよ。なるほどな。同じジャージを着てるのにだからジャージで来んなっつーの。引率のコーチとかだと思われたんだろ引率のコーチも同じジャージ着てたらそれはそれでおかしいけどな。ちょっと何してんすか、日が暮れちゃいますよまあ確かにそんな話はアトラクションに並びながらでもできるからな、うん、さっさと行こう。あ、すみません、では行きましょうか。この場面においては赤谷の言う通りだね。雪村たちはどうした。おう、仁王もいねえぞ。仁王と写真撮ってるぜ、ほら、あそこの花壇。早速かい。おう、早速楽しんでいるようだな。いいことだ。雪村くん、仁王、行くぞ。いいね。待て。お、足元に罠かな。じゃ、まだなんかあるんすか。先ほどから少なからず視線を感じると思っていたのだが、原因はこのジャージのようだそりゃそうだって、だから言ってるじゃんさっきから。ああ、まあ目立つよなこの色。色もそうだけど、そういう問題じゃねえ。何か問題があるのか。なんでお前はわからないんだ。そうっすよ、目立つの上等じゃないっすか。マジか。試合会場なら学校のカラーを出すことも必要だが、今日はそうじゃないだろ。そうだよ。遊ぶなら遊ぶなりの装いというものがあるのではないかと思ったな。え、もしかしてさ、シャツ着てたのは覚えてるけど、もしかして下はジャージだった。いや、そんなわけねえよな。だってヒロシ白ズボンだったぞ。え、上も下も買ったのお金持ってるね。遊ぶなりの装い、まあ、君にはわからないでしょう。よし、第3話。おお、いいんじゃねえ、ジャッカル。いいね、全画面タイム。赤シャツです。赤ウサイヌシャツです。欲しいですね、着たいです。いや、俺赤似合わねえんだった。俺は青がいいんだったそうか、なんか照れるな。んー、地味ウサイヌ T シャツ。その分インナーで派手さを演出していますね。さすがジャッカルだ。遊ぶなら遊ぶなりの装いか。確かにこれは気分が上がるな。雪村くん、それ自家シャツじゃない？自家ウサイヌ T シャツじゃない？てかこれ T シャツじゃねえや。さっきからずっと T シャツって言ってた可能性があるな。普通のシャツだね。自家ウサイヌシャツに地味ウサイヌシャツですね。そしてジャッカルはインナーの袖が微妙に出ているね。で、雪村は出てないってことは、やっぱこれ自家ウサイヌシャツだ。この着用後の自家ウサイヌシャツ欲しがる女子多数。なんじゃ赤や、ニヤニヤしてこの色がベスト。この色のウサイヌシャツが欲しいです。で、仁王の袖もチェックしよう。お、仁王は出てない。ジャッカルだけインナーの袖が長え。どういうこだわりなんだ。いや、ジャージ脱ぐとこう、なんだ、そうだ、話聞いてなかったわ。
先輩とか後輩とか関係ねえって気になりません？今日一日タメ口でいいやみたいな。ならねえよ。そうか、俺は別に構わんな。いいんだ、優しいねえ柳ね。そうだね、俺も全然構わないよ。ああ、この言い方は気にしてる。この言い方は構ってるわ、全然構ってるわ。じゃあ俺のことはブンタって呼んでいいぜ。これはどっちだ、これはどっちだ、わからん。早速真田を呼び捨てにしてみるとええぜよ。これは気にしてるね、すいません、俺調子に乗りました。ああ、わかったならよろしいです。まあまあ、気持ちはわからないでもないけどな。優しいな、ジャッカル、なんて素晴らしいフォローなんだ。すよね、ジャッカル。すごいな、調子に乗る天才じゃん。なんだよ今の間は。ではそろそろ移動するか。いや、面白いね。まずは何から見る。お、どこ行くんだろう。その前に、なんか腹減らね。お前はいつもそうだろう。丸いはブレないの。ブレないね。エリアごとにいろんな国の食べ物を売ってるらしいぜ。すごい。見ながら食べ歩きしようよ、いろいろちょこっとずつ。あ、いいね。食べ物もミニチュアなのかな。いいな、全メニュー食う勢いで行こうぜ。そんなことは言っとらん。珍しい食べ物もたくさんあるらしいよ。ケバブだけでも何種類もあったり。へえ、面白そう。詳しいの、雪村。文太に聞かされたんじゃねえのか。事前に調べてきたからね。あ、そうなんだ、えら。聖一はどこか行きたいところがあるのか、もしくは食べたいものとか。雪村の行きたいところ気になる。そうだな、どこどこ。まずはピラミッド行きましょうよ、一番目立ってんじゃないですか。最初からずっと言ってたね。じゃあもうピラミッド行ってあげよう。赤矢はそればっかりだな。ああ、本当にね。いいよ、なら最初はそれにしよう、どうせ全部回るんだしさ。そっか、確かにね。しゃ、はいはい、皆さん行きますよ。お、ツアーガイドの人じゃん。お前が資金なっつの。まあ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 。楽しそう。みんな今日は思いっきり遊び倒そう。素晴らしいね。イエッサー。イエッサー、そのノリは抜けないんだね。